皆さんこんにちは、小場です。明けましておめでとうございます。2022年を迎えて、初めての撮影ということになります。2021年のね、振り返りとか、あとは2022年の目標とかは別の動画で話していると思うので、まあ、今日はね、本当にもうお正月になってから初めて撮っている動画なので、まあ、お正月っぽいことをね、まあ、サブチャンネルですので、エンタメ系ということでやっていきたいと思います。で、実はね、僕毎年ですね、やっていたことがありまして、坂前というね、服屋さんで福袋を買ってます。まあ僕みたいにね、ちょっとこう体型の大きい人、太っている人がね、よく服を買う店なんですけど、そこのね、福袋を購入したので、その開封動画をね、久々にやりたいと思います。実は毎年やっていて、去年ね、確かやってなかったんですよ。まあ、コロナってこともあってお店に行けなかったのと、あとネット予約がやっぱ皆さんね、殺到してて、全然欲しいものが買えなかったので、まあ、今回ね、欲しいもの手に入ったと思うので、今回ね、開けていきたいと思います。で、今回まずね、こう来たのがこういうね、めちゃめちゃでかいね、こう段ボールできましたので、住所は剥がしました。はい、こちらを開けていきたいと思います。いつもね、僕段ボールを開けるときにね、この何、ダンボールカッターのダンちゃんっていうね、YouTuber の瀬戸康史さんがね、なんか、YouTube 動画で紹介してて、いいかなと思って買ったらすごくいいやつなんで、Amazon とかでね、多分1000円ぐらいかなって売ってるんで、皆さんもよかったら買ってみてください。ダンボールカッターのダンちゃん。めちゃめちゃ開きやすいんですよ。はい、もう開きました。中身を出したいと思います。ドン。はい、出てきました。なんて書いてある？これ。ディス。ディスカスアスレチック、はい、ディスカスアスレチック、読み方合ってるかわかんない。皆さんまあご存知かもしれないですけど、僕服のブランドとかに全く関心が低いので、知識も非常に乏しいです。まあそこだけご容赦いただければと思います。そもそも福袋でね、毎年こうやって服を買って、それで普段ずっと着てます。実際今着てるね、これもね、もう3年だか4年前の福袋で出てきたものをずっと着ております。はい、じゃあ中身をね、見ずに開けていきたいと思います。一応ね、こんな感じの中身だよって見た上で買ってるんですけど、あんまりね、画像とかが大きくなかったんで、まああと肌触りとかもわからないんで、まあ、今回開封しながら見ていければと思います。はい、じゃあちょっとね、下に置きたいと思います。全部1個に入ってますね。はい、すいません、全部1個の袋に入ってるわ。はい、でかっ。はい、あー、なるほど、ちょっと見えちゃったけど、まあ見てない体でいきましょう。まず最初にですね、じゃあちっちゃいものから。はい、これですね、T シャツかな。はい、 T シャツだと思いますね。特に、何かロゴが入っていたりとかはしない感じかな。はい、ちょっとね、今回上の服と下の服があって、下のねサイズに合わせたんで、ちょっと上もしかしたら僕にはでかいかもしれないけど、まあでかい分には入るからいいでしょうということで、はい、普通にこんな感じの、服でした。はい、まあ本当はちゃんとね、着てみせた方がいいと思うんですけど、別にファッション系 YouTuber じゃないからまあなんとなくね。はい、でどうせね、時が来たらね、動画できたりしてますからね。はい、それを待っててください。はい、次、じゃあまた上っぽいやつかな。上だな、これ。はい、これ上だな。うん、上のトレナー長袖。あ、これね、いいかもしんない。うん、これいいね。はい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 、紺色で、まあなんか変な英語書いてあるけど、マーティンズビレディスカスアスレチック、意味不明よくわかんない。まあ日本でね、着てる分には英語プリントの服もまあいいんじゃねと思って、妥協してきてます。はい、でもこれね、そんなに厚手じゃないけど、長袖のトレーナーで、肌触りもね、うん、結構悪くない感じで、まあ、これ結構使いやすそうな感じですね。はい、実はね、今ね、トレーナーはね、昔ね、それこそ福袋で出てきた、なんかトレーナー、水色のトレーナーね、よく着てるんですけど、これじゃあね、それがダメになったらこれ着ようかな。はい、じゃあ次、これは上だな。はい、さっきのトレーナーよりも、なんかね、生地が分厚い感じがしますね。はい、じゃーん。これが、パーカーだ。パーカー。うん。グレーのパーカーですね。で、フードがついてる。はい。で、僕ね、パーカーね、この前ね、こう締められるやつが好きなの。前でこう、開閉できるやつが好きなんですけど、このチャック付きでね、いい感じですね。で、大体ね、パーカーって、チャックがね、壊れてくるんですよ。なんですけどね。あ、これは YKK じゃないか。いいチャックだとね、壊れにくいんだけど、まあ、これはどうかわかりません。まあ、でも、まあ、肌触りは悪くない感じ。あ、裏はね、ちょっとこう、あ、色はね、別に白とかじゃないんだけど、ちょっともこもこしてる感じですね。はい、ちょっとあったかめみたいな感じですかね。まあ、これもいいですね。はい。まあ、僕、パーカーね、昔よく着てたんですけど、最近、
なんかちょっと汚れたりしてパーカー処分したりしたんで、まあこれ着られるかなと思います。で次、最後かな。はい、最後です。最後が下ですね。下ドーン。はい、最後はね、長ズボンですね。これはまああれだな、あのさっきのパーカーと同じ感じ、裏は同じグレーだけどちょっとモコモコしてて暖かそうな感じで、ポケットが、両方にね、あと後ろポケットもついてる。一応ここになんかディスカスアスレチックって書いてあるけど、まああんまり目立たないからいいでしょう。まあちょっとね、デザイン的にはあんまり外に着ていくとかっていう感じじゃないかもしれないけど、まあコンビニ行くぐらいとかね、まあパジャマとか、あと動画撮るときもね、下はね、何でもいいわけですからね。今も実際、下今僕ジャージ着て撮ってますから、まあそういうときに全然家にいる分には使えるかなと思いますね。僕ね、もちろん上も太ってるんですけど、特にね、下が結構ね、ももが太いというかね、なんでももっていうのは、ふくらはぎかが太くて、その上のサイズに合わせてスーツとか買うと、下がね、ふくらはぎが詰まっちゃうんですよ。なので、ね、結構下ね、大きい服があるとすごいありがたいんで、はい、これいい感じですね。ちゃんとね、ここがね、足のとこがゴムになってるから、こう、なんか、ずり下がらない感じで、もう普通にこう、いわゆるデブ向けの、いいファッションというか、いい服かなと思いました。はい、というわけで、今回ね、4つ出てきましたね。まあ、外側の1、なんていうの、この入ってた袋、まあ、これは別に何か価値があるものなのかよくわかんないけど、まあ、でもあれか、使えますよね。別になんか、使い捨てみたいな感じじゃないから、ここ、例えばなんか、ちょっとした、時にね、買い物袋代わりとか、ね、これ別に使えるよね。うん、あと、ちょっとした旅行とか出張とか出かけるときに、ちょっとリュックに入りきらないけど、ちょっとだけ荷物入れたいときとか、あんまりね、これちょっと素材が弱いから、パソコンとか入れるのはね、ちょっと怖いけど、まあなんか、それこそ衣服をね、服2枚ぐらい入れとくとかだったら全然使えるから、まあこれはこれで使えばいいかな。うん、まあただ、これにそこまでの価値は、ね、何千円って価値はないと思うんで、はい、実質服4つ、まあ、プラスおまけみたいな感じですかね。一応ね、この4つ全部合わせて、皆さんいくらだったと思いますか？もう答え言いますけど、答えはですね、5500円でございます。まあ、5000円プラス税で500円。で、送料は無料でしたね。はい、実を言うと、福坂善さんで、2021年内の12月にですね、もうネットで、買いました。そしたらもうね、年内にすぐ届いたんですよ。届いたんですけど、まあ、一応ね、福袋なんで、年明けに開封しようかなと思って、はい、一応まあやろうと思えば、年末にね、動画を撮って開けてしまって、さもね、年明けに、動画というか、出した感じでね、やることもできたんですけど、まあまああんまりね、そういうことしてもしょうがないんで、今回はですね、そういう風にさせていただきました。はい。で、一応ね、年明けだったんで、まあそれっぽい話もしようかなっていう風に思うんですけど、まあ今回ね、2022年を迎えて、まあ、去年ちょっとね、コロナもひどかったんで、初詣も行きませんでした、僕は。なんですけど、今年はね、一応まあ、もちろんマスクしたりとか、ちゃんと手洗ったりとかした上でね、今回は初詣に行きました。もちろん、あんまりね、ちょっと激混みのところに行ってしまうと、うん、やっぱりちょっと怖かったので、まあ、比較的家から、まあ、近いってほど近いわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとだけ電車乗って行くぐらいの、ところに行かせてもらいまして、一応ね、初詣して、まあ、今年のね、目標、多分動画でね、出てると思うんですけど、そんなことを、祈りながら、やってきました。で、一応ね、おみくじも引いたんですよ。で、おみくじ引いて、写真とか撮ってないんですけど、今回ね、大吉を引くことができました。まあ、いろいろね、いいことが書いてありましたよ。自分が正しいと思うことちゃんとやってれば、ちゃんと報われるよ、とか、商売儲かるよ、みたいなことが書いてあって、まあ、一応ね、ビジネスマンとしてはね、まあ、嬉しかったな、というふうに思いますけど、まあ、あんまりね、こう、教育とか学業のことが、まあ、入ってるおみくじと入ってないおみくじがあって、まあ、学業のこと入ってないおみくじだったんで、まあ、ちょっとそこはね、残念というか、まあ、どうなるのかなってとこだったけど、まあ、別にね、おみくじをね、ずっと頼って生きていくわけではないので、まあ、それはそれでね、一個の、まあ、参考として、今年もね、頑張っていきたいと思います。はい、というわけでね、まあ、今年はちょっと、坂膳の福袋開封ということで、まあ、年明けからね、まあ、不真面目というか、まあ、ちょっとエンタメっぽいこともやりましたけど、いかがだったでしょうか。ちょっと最後にね、皆さんにご相談がありまして、今ね、メインチャンネルは、いわゆる大学受験の、まあメインテーマはですね、こう、大学選びとか、勉強法、あと参考書、そういったこと、あとまあ、コラボとかですね、そういったものをやらせていただいてます。で、このサブチャンネルでは、比較的こう、保護者の方向けに、ある程度もう特化して、こう、受験ニュースとかですね、あとはこう、まあ、受験業界に対して、ちょっとまあ、物申すってほどね、別にブチ切れてないんだけど、まあ僕の意見をね、お伝えしたりとか、あとはその塾選びとかですね、まあもちろんうちも塾やってるから、うちに来てほしいんだけど、でもね、
あのうちの宣伝をただするだけじゃなくて、一般的にこういう塾行った方がいいんじゃないのとか、まあ、こうもうちょっとねこう相談に乗るみたいなところを今あのやってます。ただあの今まで結構サブチャンネルって僕のこう、まあ、プライベートってほどプライベートじゃないかもしれないけど、それこそこう雑談の配信だったりとか、まあ、本当にその、まあ、受験生向けというよりはなんかこうずっと僕のことを、ね、YouTube でご覧になって、興味を持ってくださった方向けの動画も出してたんですけど、まさに今日みたいな動画ですね、まあ、もしあのそういう動画のニーズがあの一定程度あるのであれば、なんかこう小場所雑談チャンネルみたいな、まあ、新しいチャンネルで、まあ、あのそったら不定期更新ですね。なんか定期的にあのなんかもう週にね、今までみたいに5本も6本もみたいな、そんなことは絶対ちょっともう時間的にできないので、それこそまあ週に1本でも2本でもあの上げるときに、まあ、サブチャンネルだとね、まあ、真面目なこうテーマで見たいっていう、それこそ保護者の方とか受験生の方いると思うんで、そういう時にね、なんか僕がこう間の抜けたようなちょっと旅行に行きましたとか、まあ、そういうの出すとね、ちょっとやっぱりこう、うん、なんか嫌だなって思っちゃう人もいると思うんで、まあ、ただあのそういうのはそういうので見たいって人もいると思うし、僕自身もね、いろんな場所に、まあコロナがね、落ち着けばどんどん行ったりして、各地のね、良さを皆さんに伝えたりとか、まあ僕のね、あの全然こう受験とか、その、就活とか関係ないとこの人生経験とか、そういう話とかをね、動画でできたらなって思う部分もあるので、もしね、結構、コメント欄とか、あの、反響がもしあるようだったら、まあ、今年ね、ちょっと新しいチャンネルもチャレンジしてみようかなと思います。ただそっちは全然もう、登録者を狙ったりとか、なんか、YouTube で収益してどうってことよりはね、あの、ま、好き勝手やっていくだけのもう垂れ流しみたいなチャンネルになると思いますけれども、まあ、ちょっとね、皆さんのご意見伺えればというふうに思います。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。